皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。選抜甲子園出場を果たした学校の中でトップクラスの長打力を持つチームといえば明秀日立の名前が挙がるのではないでしょうか。公式戦10試合で本塁打はなんと14本、圧倒的な長打力を有しています。前回の動画では明秀日立高校のパフォーマンスを支えるトレーニングや秘伝の十字ボール回しを紹介していきましたが、今回は一番の売りと言っていい打撃に迫っていきたいと思います。スラッガー揃いの明秀日立の主力打者の打撃シーンやこれまでの進化の軌跡に迫っていきます。最後までどうぞお見逃しなく。明秀日立高校を率いる金沢監督は厚生学院の監督総監督時代から大型打線を作り上げることで有名な名将ですが、今年のチームについては例を見ない大型チームと評価をします。田村北条の時はあいつはやっぱりセンスがあったので、はい、試合巧者っていう部分があったんですけど、はい、スケールでいうとこっちの方がやっぱありますよね。こうワクワク感といいますか、どっからでもホームラン打てそうなやつらですので、はい、そういうのはこっちなかなか巡り合わないチームだとは思います、はい、そんな大型打線の中心選手の打撃練習を見ていきましょう。石川ケニー選手は公式戦での本塁打は1本ですが、高校通算では20本塁打とチームトップの本塁打数を誇ります。金沢監督も馬力が違うと大きく評価します。続いて武田選手も高校通算20本塁打を記録するスラッガーで、公式戦ではチームトップの4本塁打、副主将としてもチームを引っ張ります。ノック中には他の選手に教え込む姿がありました。やることやるよ、しっかり。はい、まだ読んでないやつおるぞ。はい、佐藤選手は中学時代にボーイズ日本代表を経験した大型スラッガーで、公式戦では3本塁打を記録。金沢監督は佐藤選手のパフォーマンスを高く評価しており、甲子園での活躍が楽しみな選手です。国保選手も身長188センチの大型三塁手で、叔父はソフトバンクの国保弘樹二軍監督。公式戦では3本塁打を放っています。もともとショートだったということもあり、三塁守備は軽快です。続いては猪俣俊太選手です。猪俣選手はチームのエースも務めていますが、恐ろしいスイングを見せています。明秀日立に来て一番大きく打撃スタイルが変わった選手だといい、喜多方ボーイズ時代はどちらかというとミートを心がける選手だったようです。まあ、中学時代はどちらかっていうとやっぱり当てて塁に出るっていうタイプで、
で、まあ、高校入ってからもうとにかくフルスイングでっていうふうに言われたんで、もうフルスイングでどんどん飛ばしごっていう意識でやってます。練習ではこのようにフルスイングを心がけ、次第に打球を飛ばすようになりました。公式戦では2本塁打を放ち、打率も3割超え。しかしここまで打てるようになったのは本人も想像以上だったようです。いやもうピッチャーでやると思ってたんで、はい、そっちを主でやっていこうと思ってたんで、はい、まあ、ここまで5番も打たせてもらって、はい、まあ、こんなに見えるとは思ってなかった。この5人の打球の鋭さには驚かれた方も多いと思います。またそれ以外の選手たちも打撃や守備でも存在感を示していました。打撃、守備ともに高水準の明秀日立高校。最後に選手たちに選抜甲子園への意気込みを語っていただきました。まずはチームのためになること、チームの勝利につながることを、できたらいいなっていうのを思ってて、あとまあ個人としてはバッティングも守備もどちらでも、はい、輝けるように頑張りたいなと思います。やっぱりチームとしては日本一っていう目標をずっと掲げてやっているんで、はい、そこを目標にしていければいいと思います。あ、見てる野球ファン、高校野球ファンの方々もやっぱり明秀の4番打てないんじゃないかっていう風に多分見てると思うんですけど、はい、やっぱそれを先発で一気に覆したいというかっていう気持ちはあります。まずは甲子園に出れるっていうチャンスがあるんで、まあ、そこで明秀日立っていう名を全国に知らせたいという気持ちでプレーしていきたいと思います。明秀日立高校の皆様、今回はありがとうございました。野球部訪問記事、そして選手インタビュー記事は後日高校野球.comで掲載の予定です。そちらもぜひご覧ください。